葉にできなくてもいい。君のこと分かってるから。おはよう、かくちゃん。ちょっと見てんの、おからちゃん。おかれちゃん、おかれちゃん、おはよう。おかれちゃん、おはようさん、おはよう。うんち出たんだって。やったね、やったね、おかれちゃん。やったね、やったね、上手、イエーイ。おかかちゃんも下降りる、下降りる、降りよっか。寝てた、日向ぼっこしてたね。跳ねないで。ちょっとおかれちゃんどいて、一回どいて。おー、かかちゃん。おかかちゃん、おはようってきた。おかれちゃん、はい、よかったね。いい朝だね。ねえ、この囲いすごいよね。で、なんかちょうどさ、木のこの高い木があるからね、ちょっと日陰になってるんだよね。うん、これちゃんのはふやかしてるの。うん、一応パピーの間はふやかしてっていう話あったっけ。何でも興味津々なんだけどさ、もうびっくりした時の飛びのき方が怖いよね。怖い、逆にそれで危ないことが起きそうで怖い。あのゆっくり後ずさってくれるといいんですけど、ひえって。こんなところで日向ぼっこしていいやろな、うん、あそこで顎をグリグリしてますけど、うん、痛そうじゃん。痛くないのそれ。よし。おからなんか塊になってて食べにくそう。もうちょっとほぐしてあげた方がよかったかもしれない。全部出てんで外に。え、もう食べたの？すげー、早いね。やっぱさ、放牧できるのいいよな。めちゃめちゃいいよ。こっち側はなんだろうね、ドッグサイトなのかな。同じくこっち側さ、あ、ドッグサイトいっぱいあるよね。でも電源がないってことかな。電源がないってこと、こっちは。あ、そうなんだ。うん、多分そうなんだ。ワンコ的にはこっちの方がいいんじゃないですか。でもヘビがいるっつって。気をつけて。草むらは気をつけてくださいって言ってて、結構広いね。ただなんか傾斜してる場所が多いような気がするな、なんとなく。でも綺麗だったよ。綺麗だったでしょ。うん、うん、普通に電車あったかかった。あ、ほんと、よかったじゃん。なんかトイレ結構綺麗だね、おしゃれだよね。うん、トイレ綺麗でおしゃれで、サウナやな。そうだね、綺麗だね、めちゃめちゃ綺麗やね。うん、すごい。いや、貸し切りと貸し切りじゃないのと2個ある。へえ、すごい。いつかやろうよ、貸し切り、貸し切りサウナ。朝の散歩やな。こういうのはもうさ、大好きだよね。しかももう登り、登り大好き。おからちゃんはちょっとバテ気味。ちょっと坂は厳しい。大変です。山は登らないとっていう感じになる。うん。
がもう全然止まんないもんね。環境気分だな、うん、頂上に来ましたみたいな。受付の裏はさ、カフェみたいな、本当だ、ねえ、いいよね、うん、中もさ、ちょっとワーキングスペースみたいになってるね。そうそう、なんかデスクワークしてる人いるよ、うん、遊び場っぽいね、なんかね、滑り台とかある。トイレめっちゃ綺麗だよね。うん、めっちゃ綺麗ね。あの、なんだっけ、便座もあったかいし、うんうん、あの、炊事場もね、お湯出るもんね。そうそうそう、すごいよね。うん、隣シャワーあるしね。うん、何の図なんですか、これは。よいしょ、トイレ前で冷却中冷たいんだよ。冷たいんだよ、うん、冷えそう。なんかちょっと前に流行ったやつらしいね、これ。ワンパンなんとかってやつ。あ、なんだった、ワンパン、ワンパン、トースト、トースト。もう一回返して。はい、あ、ダメだった固めないよ、また。うん、いいよいい、もうはみ出てていいんじゃない。で、畳んでるとこちぎってるよなんかね、コントみたいなんでこれおしゃれなやつですよね、確かね。違ったんでしたっけ。そうですよね、なんでだろうな、なんかコントみたいになったチキチキチキの油でかいね。え、全部いいよ、多い、いや、いいんじゃない。ちょっと多いかもしれないなんかちょっと多い気がすんな小さいいね。ちょっとあれでしょ、垂れてくるぐらいでしょ。何？切る。ここで切るんだ。え、パンが半分にカットされてるやつを並べといてパタンってやってた。そうだ。あそこからハサミで切るの斬新ですね。ハサミの使い方がもう斬新です。豪快。虫がすごいのよね。虫が。シュシュしたけど。うん、したけどもうダメだ。私にめっちゃ寄ってくる。おかゆそんな寄ってこないよね。死んでんの。死体と喋ってるこれこのまま。そうそうそう。えい。いいね。もう分厚い。だってもう分厚いパンだから。うん。いいんじゃない。すごい。これでゆっくり焼く。本当はそのこれにサラダ盛りたい。できました。できましたね。できました。すごい。オニオングラタンスープと。コストコなんかに買えるやつ、美味しいよね、これ。ん？なんか。それね、美味しいよね。うん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい？うん。よかった。野菜がめっちゃ多かったから。うん。全部食べたから、全部。うまい、美味しいよ。なんかさ、コチュジャンの中に、あのマヨネーズ入ってるもんね。ツナも多いし、なんかパンが分厚いじゃん、うん、なんか意外とちょうどいいかなと思って。うん、寝てますね赤さん。お母さん寝てますね。あ、お母さんなんか漁ってますね。いいね。これで今お仕事中だね。道の駅だからね。私はちょっと道の駅見てくるよ。うん、行ってらっしゃい。行きまーす。赤とおからは休憩。休憩。美味しそう。美味しそう。屋根付きでしょ？え？屋根付きでさ。屋根付きだよ。お蕎麦食べれる。いいね。そうそうそう。犬と一緒にね。ね。嬉しい。鴨。いやー、お腹すいた。美味しそう。うん、タレがさ、めっちゃうまい。めっちゃ美味しいよね、うん、よかったね。うま、駆け込みでいいですよって。優しい。このそれ食べてほしい。うま、カモ。カモはカモで、このまま食べればいいと思う。食べたい。あ、合ってるね、なんか、うん、美味しそう。うん、いただきます。うん、うまっ
シワ寄ったね。うん。雪にシワ。超うまいよ。うん。私も食べたい。はい、はい、急げ。私も食べる。おいしい。めっちゃうまいじゃん、カモ。うん。うま。天ぷらもサクサクだよ。うん。うん。タレがさ、結構ドロドロだよね。うん。このそばの。うん、くるみとか入ってこれめっちゃうまいよこれ、うん、うまっ、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、めっちゃうまい、ね、うん、ぜひ、夜もね、夜もちょっとダンサーに足を取られて、夜もあるみたいよ、17時、あ、そうなんだ、夜もいいね、だから泊まりの日だったら夜来てもいいんじゃない、そうそうそう、いいな。泊まる時とかはさ、あ、めちゃめちゃいいな。めちゃめちゃいいな。いいね、うん、いいな。なんかカモが最高です。カモめっちゃうまかったよね。うん。あのそばの、うん、入れた時のさ、うんうん、くるみのだしだしじゃないな、つゆ。ね。めっちゃうまかったね。めっちゃうまかった。ああ。癒されたね。うん、3杯ぐらい食べたかった。私じゃギリギリに駆け込んでるからね。そうそうそう。行きましょう。うん、今帰っております。うん、帰ってるとこだね。お蕎麦屋さんが美味しくて。うん。だいぶ満たされたね、あれでね。うん。ね、なんかなんだかんだいろいろあって良かったね。良かった。うん。うん、まあ結構あのほとんど仕事してる時間が長かったんで。その隙間でご飯食べたりとかしてる感じだったんだけど、そう、もう駆けつけてね、うん、だからなんかキャンプ場の下見と岡田さんの車中泊練習とがまあできればいいなと思った、うん、その辺はでもちゃんとできたもんね、よかったよね、うんうん、ただ虫が多い感じでしたね、時期的なあれですかね、ね、だいぶ虫が多かったんで、まあ、虫が苦手な人にはちょっと厳しいかもしれないです、なんか小映えなのかもすごいいっぱいいたよね、うん、でもあれウッドチップだからじゃないかなって気がするんだけど、そうなのかな、わかんないな、まあ、でも時期的なもんでしょうね、山の中だからね、基本的に、でも、でも近くの道の駅行くとそんないないもんね、あ、そう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 、そうそうなんですよ、すごいは、すごい近いのにさ、そうなんですよ、わあ、富士山うっすら見えてない、うっすら綺麗だね、薄く見えてます、これ多分富士山逆なんだよね、逆なんじゃない、雪の感じがさ違うもんね、違うよね、うん、なんか違う顔が見えていいかも、うん、うん、なんか楽しかったなね、まあプチ旅行的な感じだね、仕事とはいえ、うん、だいぶ癒されました、うん、いや、あのキャンプ場さめっちゃ良かったよね、やっぱあのドッグラン的な扱い方ができるキャンプ場の場所はすごくいいよね、うん、何箇所か犬 OK でその広い敷地の中に車止めてみたいな、うんうん、そうそう、3箇所だね、3箇所か、3箇所で他もさ区域的にはこう結構広いところが何箇所かあったんだけど、うん、あれは多分犬ダメってしてるんじゃないかな、うん、まあ結局おしっこしちゃったりとかするじゃんね、だからそうだね、犬飼ってない人にとってはそれ嫌だろうからね、うん、まあ、どこにうんちしてるか分かんないからうちらもトラップ引っかかりそうだったもんねそうそうそうまた来たくなったね、あ、また来たくなった、うん、だからやっぱり昔だとその旅行する先をさめがけていってそれで終わりみたいな感じじゃないと、なんか例えば車もレンタカーで返す時間が決まっててとかさ、うんうんうん、あったけど、まあ、自由度が高いからな、ハイエースになってから、うん、ね、もう一泊してもいいぐらいだよね、いや途中でそれも言ってたよね、うん、まあ、なんだろう、道の駅に仮眠すればもう一泊すればなんかもう一箇所行けるなみたいなさ、ね、言ってたぐらいだった、うん、で、まあ、あのキャンプ場みたいなね、お金かけていくのもいいし、お金かけて一泊行って道の駅で一泊してみたいなさ、うん、組み合わせもできるし、なんかもうちょっと回りたいなと思ったね、山梨もね、そう、今回は仕事込みだったから、うん、その範囲内でみたいな感じだったんだけど、うんうん、おかきさんね、うん、信玄餅大好きじゃん、あー、そうね、おかきさんが一番好きなものって、うん、信玄餅と、うん、チョコパイじゃない信玄餅の工場みたいなとこも近くにあるから、うんうん、今度行きたいし、うん、そうだね、うん、いや、また行きたくなったね、また行きたくなりましたね、はい、
でも岡田さんが課題なのよ、とにかく岡田さんの暑さと寒さがよくわからないから、ね、体温管理がしにくくて、うん、ちょっとブリーダーさんに聞いてみようよ。そうだね、どのくらいが普通なのかっていうさ、うん、ちょっと呼吸が早くなったりするとうちら結構気になっちゃうんだよね。気になっちゃう。でもなんか普通なのかな、どうなのかなみたいなね。でなんか車内とかもね、えらい寒いはずなのにむしろ暑いみたいな。そう、どういう体温になってんだろうっていうあれっていう。でもなんかそのドライブベッドの中に、うん、いつも の部屋に引いてるコルクマットね、うん、はちょっとやってみようかなって話になったよね。下に引いてみようかとかね、うん、でもその方がいいのかもしれんね、うん、なんかその辺をちょっとまた考えながら。コルクマットだとさ、ベターンってなって寝てるもんね、家だとさ、うん、そう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 、布だから暑いのかなとかね。それはあるよね、きっとね、うん、ちょっと思いましたけどね、うん、次は2泊とかちょっと体験が。そう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 、そうなんだよ。だから一泊でどっか泊まってすぐ帰るってなるとおからもなんか慣れないのかなっていう、うん、意外と繊細じゃん、うん、だから慣れるのに時間かかっちゃうから、なんか連泊した方が実は慣れるのかなとか今思ってます、ね。まあ、車中泊っていうのはもう2回3回目だね、うん、体験してるので。そうだ、まあ、だいぶだから寝れるようにはなってきたんだけど、うん、もうちょっとこう朝までぐっすりって感じになるといいなっていう気はしてるけど、うん、まあ、暑さともあるからね、うん、難しいけどね、うん、まあ、朝霧とか、うん、まあ、朝霧高原とか、なんかその辺、うんうん、もうちょっと涼しい場所、標高高かったりとか、うん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 、なんかそういうところでも試して、ね、もうちょっと試せるかなっていう。朝霧ね、結構もうちょっと時期的にはもうちょい先ぐらいまで試せると思うんだよね、うん、気温としては、うん、朝霧行ってみようかね。ね、うん、という感じで、はい、これからも調整していきます、岡田さんの調整していきますなんだ何の宣言なんですか。でも、そうなんです。そう、九州旅行までに慣らしたい、うん、ね。でも楽しんではいるよね。楽しんでるね。めっちゃ楽しそうだもん。めっちゃ楽しそうだよ。岡田さんルンルンだよ。もうなんかウッドチップもボリ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 さ、くちゃ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 すごいよね。加えすぎじゃない。おかかさんはもうベテランだから、うん、ね、車乗ったらもうパッて寝るし、ね、寝袋に入っちゃえばパッて寝るし、うん、もうおかかさん、おかかさんはもうね、おかかさんもプロですから、うん、うちらよりも寝れてるから、むしろ、うん、いや、これからもちょっと楽しみだね。なんかだんだん慣れてきてもっとあの連泊していろんなとこ行けるようになると、はい、あのもしかしたら2頭を連れて北海道行けたりとかするかもしれないよ。そうだね、岡田さん連れてきたいよね、うん、ねえ、いいよね、楽しそうだね、はい、はい、ということで、はい、今回の動画もご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったら高評価ボタンと、チャンネル登録をお願いします、はい、お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ、バイバーイ。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。